続きまして、今会いたい人の前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。味薄いね。でもよかった、いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも。まだらめ画伯のしたことは、でも第一、人の心を操ることは方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても。何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい、こんな時に。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件。何を、正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私、もう食えねえ。美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。なんだユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやおじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早っ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、アンとはどういう関係だ？あ？別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドノはどんなだったんだ？そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ？俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。小さい頃、親父が消えちまってさ、ずっとお袋と二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すっげえ親不孝もんだろ。高一ん時鴨志田に手あげちまって、それでお袋を学校に呼び出されてよ。
教師連中から言いたい放題言われてさ、そん時おふくろじっと我慢してた。あの時のおふくろの顔今でも忘れらんね。帰りに謝られたんだ、片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ、レッテルっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。これ以上するならあのお金のこと告発しますよ。いいんです。そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって。俺を誰だと思ってるんだ。そん、おいお前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。黙れ。俺に逆らったらどうなるか。お前ら。すみません、通報があったんですが何かありました？あなたはどういう状況だった？警察のか。そこの少年が。それで。だ、それと俺の名前は一切で。どういう意味か分かる。あ、おい、かかっ。出るだけで腹立ってきやがるぜ。くそ。たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれ、俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああ、そうだぜ、ユウスケ。そのために授かった力だろ、絶対。いいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。あっと、悪い、起こした？別に途中から起きてたし。けどなんか不思議。聞きながら思ったよ。みんなの子、これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。
我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ。お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね。それはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。なんか不思議でうまく言えないけど。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ。本当に私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだこの怪盗団ってことで。改めてよろしくリーダー。時間？今日はこの辺でお開きにすっか。あ、そうだ、マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろう。さすが親父キラー。超嬉しくない。風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの？あんたたちだけでどうぞ。じゃあね、モルガナ。おやすみ。畜生、早く人間に戻んなきゃ。誰かに取られちまう前に。やっぱ広い風呂っていいぜ。アンも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？女として。言ったな。まああいつ性格のきつさがビジュアルで完全にカバーされてるからな。アンにそれ伝えておく。やめてマジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どんなんだ？俺がそんな戦略立てられるとでも？聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし、
ふう、それにしても、さあ、あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネットジジイ。うん、俺も無理。とりあえず週明けにでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。何かあったか。囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の構成への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力、より一層の構成に励む。よし、そろそろ時間だな。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってある。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げた奴がいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としては、ライバル視するなって方が無理だろう。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義。勝手に人の心をいじってる奴と比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は
なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの。こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても。待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか。え、ああ、なんつうか、ただの知人だ。血はつながってねえ。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに。理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で。世の中そんなもんさ、誰かが誰かを気にかける。お前さんとこの師匠、あ、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺、そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから。何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか。じゃ、預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。おい。
ナナ。さ、
帰ろ。おう、帰ったか。タンクから硫酸が漏れてるぞ。
やあ。うん。
早かったのね。どうぞ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫だよね？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの？教えてもらえない？こんなもの証拠にならない。そう、私はあなたたちが回答、さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知る。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。おお、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議な。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あ、来た？あの子、友達。どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、斑目の門下生だった。厚生高校2年生、北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田と斑目で酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これからどうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのに、かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後、屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提で。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。
自覚がなさすぎるんじゃないのか。リュウジ、なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうする。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もする。そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日は屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユースケは外で待ってて。あの人よ。来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの。あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ。図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは
奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること、詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから、警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り、正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえの。真面目か。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間、過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ。ユウスケに連絡だ。囚人学園の生徒会長ですって。マコトが怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？信じるも何も、あのマコトがどう揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああもうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょ。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。よし。
実はな。オンに切る。またな。
なあ。やられた。電源が切られたわ。これじゃ、うん、よし。よし。答えてごらん。その通りさ。
つけておこう。